今日はアイアさんの撮影でした。はい、皆さんいつも遊んでもらってありがとうございます。巻き髪したの、そう、髪の毛巻いた。キルン。携帯の充電が意外と危なくて。そう、今日青い服珍しいですね。だってそう、珍しいの。本当はね、こうやってね、こう肩出しする洋服なんですけど、こうやってなんですけど、こうめんどくさいので、私はこうやってこうゆるゆるっと着てしまってんだけど、ゆるゆるっと着るとね、なんか難しいんですよね。本当は肩出しの洋服らしいです。こうやって着てます。あら、なんか携帯が充電されないね。頑張ってよ。されてる？わー、でもめっちゃ疲れちゃった。明日はボイトレがあるので、まっ、ペンギン、明日もそうあるので、それがお昼からあるかな。やっぱ私、涙袋のせい、あんまり描かない方が可愛いんだろうな。思った。4月の公演スケジュール出ましたね。出たけど、私ってもう1回5日に出るか出ないかって感じ。劇場が少ないですね。だからまたこれやってきちゃった。声出しからあーってね。もうなんか前髪伸びちゃった。この前さ、この前の公演の時に前髪切ったのにさ、もう伸びたんだけど、どういうこと？もう伸びたんだけど、ドーナツ食べれたよ今日。そう、ドーナツ食べれました。めっちゃ美味しかった。しかも今日は私のチーム、私の組はそう、後輩ばっかりだったので、6期生ばっか。
だった。キャプテンと私だけだったから、そう、もう私もお姉さんチームだったのでいっぱい食べちゃいました。いっぱい食べたとか普通にカスタードとかいっぱい使いました。しかも私がもう最後の軍団だったので、大盤のグループだったから、そう食べちゃいました。美味しかった。やっぱ午前中のチームだとさ、午後のチームがいるからと思って遠慮しちゃうんですけど、私が今日最後のチームだったからいっぱい食べました。めっちゃ美味しかった。なんか今日いつもとメイク違う気がする。なんでだろう。終わってからはある後輩ちゃんと一緒にご飯を食べに行って、2時間くらい喋って、めちゃめちゃ喋ったね。喋ってバイバイしました。久しぶりに誰かとご飯食べ行って、そう食べに行ったんだよね。こんな充電されないの？目元が大人っぽいって、お兄さん感が強いですって。ちょっと充電頑張ってくんないかな。なんで？まだ 38% だ。やっぱ今日はよく寝れそうだ。
ーめっちゃお腹いっぱいだ。久々に雨をつけてみます。わ、かわいい、キラッとした。なんかね、一時期の公園とかはね、キラキラ作るのにハマってたからキラキラ作ってた。なんか最近はキラキラない方が漏れ出してキラキラつけなくなったんだけど、キラキラになった。あとね、最近ね、ここら辺にねキラキラするのが流行ってんだって。ここら辺にねこうキラキラをね。うわ、なんか変かも。なんか変だね、ゴミがついてるみたいゴミみたい。え、私何日か経った？もうなんかゴミがついてるみたい、この辺とか変だね、なんか前から見た時みたい。した方が可愛い？分からんか。わあ、すごい。めっちゃキラキラしてる。なんかキラキラしすぎかもしれない。なんかま、ゴミついてるみたい、うん、すっごいキラキラ。なんかあんまり可愛くないか。可愛くはないよ。そう、ここら辺のキラキラかわいい。あのコンサートとかね、かわいいですね。コンサートはめっちゃキラキラさせちゃうんだけど、私なんかすごいキラ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 って。もうお風呂入るのでお風呂入るからって感じなんだけど、なんか目にラメが入った。じゃあ9時までします。
これでさ前髪をさオイリーにしたらさ韓国っぽくなるかな。で、前髪にさこう束感作ったらさ韓国のアイドルの子みたいになるかな。なんか 目にラメがいっぱい入ってる今。どう？ちょっと韓国のアイドルっぽくなった？こうしたらなんか分からんね。前髪オイリーバージョン、これはなんかあれです、オイルです。たまになんか撮影とかの時とかはこういうのしたりしてな、韓国っぽくとかしたりするんですけど、基本的にはいつも一緒ですね。リップ私同じ色しか持ってないから、なんだけど、で リップも変えてみて、このなんかいつもちょっと雰囲気違くない？あんま分からん。一緒やねんって感じ。こんなアイラインで。私のアイライン黒に合わないんですけど、で何しようと思ったんだっけ。なんかあんま分かんないねいつもの私って感じツヤッツヤしてるけど、いつものはちょっとキラキラしてるかなって感じの私でした。あんま変わらん。いい女すぎる。だっていい女すぎるでしょ。でも私ねこの前髪のこの束感な感じいいんですけど、なんかここお風呂入ってない人みたいじゃない？そう、あこの人昨日お風呂入り忘れたんかなって感じになるからさ、あんましたくないんだよねこういうの。前髪こういうなんか束みたいな感じ、なんかお風呂は入り忘れちょっとベタベタなんかなみたいな感じになるのが嫌だからさ、しないんですけど。たまにはいいのかしら。
めっちゃ可愛い、ありがとう。のりさんありがとう、もぐもぐぱくぱくもありがとう、さきちゃんもハートありがとう、しゅちょうもかまいありがとう、こがちゃんも綺麗だって、あ綺麗ありがとう、ニコラスありがとうございます、アイリーパパもありがとう、ヤスさんもありがとうございます、キキちゃんもありがとう、ともちゃん、セレウス、メビウスだ、メビウスさん、フラン、トシさん、コウジ、めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ヤスさん、アンズさん、コウジ、ヤスさん、ラナちゃん、タカさん、ドマさん、ポンタロ、イチゴ、ドマさん、アキヒロさん、リツーさん、タロの魚さん、ジンタロウ、スズさん、リツーさん、ノーリさん、ハシムッチ、エウリカ、ボーダー、タロの魚さん、皆さんありがとうございます、アイテムありがとう、Thank you。 なんかメイク付け足してみちゃった、なんか撮影から帰ってきた時より濃い気がするけど、明日のショールームは午前中にその準備配信でするか、午後お仕事が終わってからするか、めっちゃ考え中です。どっちかでしようかなと思うんですけど、どっちにしようかな。どっちかでしようと思います。よろしくお願いします。めっちゃまつげ伸びた。濃くしたらさ、お風呂めっちゃ入りにくくなるのに濃くしてしまった。このマスカラをさ久々に使ってみたら意外と良くてびっくり。めっちゃいい感じ、韓国アイドルみたい、韓国のメイクさんがやってくれ。
前髪復活。って感じ。本日のショールームはキラキラメイクでした。あやさんのオフショットを何枚か撮ったので、皆さんぜひ楽しみにしててください。なんかさショールーム始め回った時よりもめっちゃ可愛くない？そんな、なんかメイクが濃いくなっちゃったけど。まあすごい。こうやってのもまつげさ上につきそうだもんね。こうやってこんな顔しないけど。お綺麗です。写真不足ですだって。そう、他の SNS 載せなきゃと思うんだけどさ忘れちゃってさ。なんかね、では私はお風呂に入りたいと思います。ストーリー載せてだって。なのでお風呂でストーリー載せたいと思います。忘れない。降ってきたお餅が。わあ、ジャンさんありがとう、てっちゃんありがとう、白身フライもありがとう、葵ちゃんも原始人も白身フライもジャックさんもグチさんもありがとう、オクジーもありがとう、久しぶり、タカさんありがとう。あ、ポーズしようと思ったら終わっちゃった。ありがとうございます。タカさんありがとう。キラキラでした。はい、皆さん見てくれてありがとうございました。明日はなので午前、やるとしたら10時半からか、そう10時半、10時10時半くらいからか、それ終わってから。なので終わってからだったら結構遅くなっちゃうかもしれないな。何時だろう、わ、7時とか8時とかその辺の時間にしたいと思います。よろしくお願いします。だから10時半からまあ11時くらいなかったらもうないと思ってて、なそれ以外は、夜って配信したいと思います。なのでよろしくお願いします。はい、ではランキングを見たいと思います。13位がニコラス、12位がヨリカ、11位がリット、10位がタラの魚さん、9位がタカさん、8位コカちゃん、7位がモグモグパクパク、6位がオカモじゃないアオイちゃん、4位5位がトマさん、4位がヤスさん、2位がノウソです、3位がノーリさん、2位がコージー、1位がサセボのテイちゃんでした。テイちゃんありがとうございました。キュン、ありがとう。今日は撮影となったのでこんな感じでした。てっちゃんでした、おめでとう。はい、皆さんもありがとうございました。今日は撮影だったので可愛くなりました。皆さんも一日お疲れ様でした。またねー。かわいい、言ってくれてありがとう。でももう落とします。バイバーイ、ありがとうございました。またねー、バイバーイ。